リリアちゃん、リリアちゃん。誰の声？夢を見てるな。確かにここは夢の中だよ。あなたが今まで感じてきたいろんな感覚は全て真実の世界の歴史が聖魂空間に投影されたものなの。わからない。やっぱり夢を見てるんだね。じゃあ簡単に言うよ、リリアちゃん。あなたは夢の中に閉じ込められてるの。自由を取り戻したければ夢から脱出する方法を探さないといけないんだ。それにあなたは一人じゃない。ロザリアちゃんもあなたの夢と一体化してる。早く夢のおかしなところに気づいて、そして目を覚ましてね。おう、めまいが。なんで部屋が揺れてるの？揺れてるのは私自身か。まずいことになっちゃう。あ、リリア、やっと気がついたのね。ねえ、聞いて、大変なことになったの。罠にはまった。ちょっと待って、まさかホーク。もちろん違うわ。単なる崩壊獣なんてウォッカガールズの敵じゃないでしょ。あれ、でも崩壊獣は。もちろん映画の中のモンスターなんかじゃないわ。リリア、あなたこそ夢と現実の区別がつかないバカよ。やっとリリアのことをバカにできる機会が来たわ。って、ちょっと待って。これじゃあ私もバカじゃない。ロザリア、一体何を言ってるの？どうやらリリアはまだ何も分かってないようね。じゃあ、賢いお姉ちゃんが答えてあげるわ。実は、ずっと夢を見てるのよ。私たちは夢の中に閉じ込められたの。うん、そういうことよ。しかもこの夢はずっと同じ日を繰り返してるの。つまり夢じゃなきゃ、私たちが拾った貝殻はとっくにソルトレイク基地の量をいっぱいにできたはずよ。リリア、まだ信じてないの？考えてみて、夢じゃなきゃなんでブローニャやゼーレのことを忘れたの？そしてテレサちゃん、赤い髪と青い髪の博士やみんなのことも。それとも、リリアは夢の中の方がいいっていうの？もしそうだとしたら、ダメよ！たとえそうだとしても、あなたをここから連れ出してあげる。夢の中には食べきれないほどケーキがあるし、ずーっとゲームしててもいいけど、夢は所詮偽物でしょ？夢の中でいくら貝殻を拾っても、現実には持っていけないじゃない。フローニャたちにも見せてあげられないでしょ。それに、もう。ロザリア、うるさいよ。怒ってくれ、早く。やっと息ができた。ちゃんと私の言うことを聞いて、バカロザリア。夢の中なんてもちろん嫌だよ。でも、ちょっと怪しいと思わない？怪しい？
そう、ここの全てがおかしいな。でも一番おかしいのはロザリアがそんな合理的な判断をしたってところ。な、何よ、当然じゃない、私は頭がいいんだから。まあ実は変な緑色のお姉ちゃんに起こされてそれを伝えられたんだけど、それに私たちの夢は今日なんだっけ、とにかく私たちは同じ夢を見てるから会いたいとずっと念じてればリリアの夢に行けるって、そうやってこの強くて賢いお姉ちゃんが助けに来たってわけ。どう、感動したでしょリリア。バカロザリアと同じ夢を見てたなんて本当に屈辱。でも姉妹だから仕方ないよね。リリア、何をブツブツ言ってるの。感動で訳がわからなくなってるのかもしれないけど、今はやらなきゃいけないもっと大事なことが。この夢をぶち壊してブローニャたちを探しに行くのよ。それってここから脱出する方法がわかったの。もちろんよ。まずは強くぶって、できるだけ強く。ほう、抜いたおかしいわ、なんで聞かなかったの。聞く方がおかしいよ、バカ。こうして夢を見る者の夢の中で、夢を見られる者は目を覚まして、有限の夢は無限の魂に吸い取られ、徐々に干からび、何の願いも潤せなくなる。そして夢見る者は乾いた夢の抜け殻をまたぎ、宇宙の気配と形をかすかに感じた。私の物語もこれでおしまいにできれば一番いいんだけどね。まさかロザリアちゃんが先に夢の真実に気づくなんて。夢の中のリリアちゃんに違和感を覚えたのかな。大雑把だけど細かいところに気がつくお姉ちゃんだね。それとも単純であればあるほどしっかりした意志を持ってるものなのかな。残念だけど、この特殊な時空が予測不能になってしまうのを防ぐためにも、私にできることはここまで。これからはあなたたちの努力次第だよ。夢の束縛を断ち切るにしても、定められた未来から脱出するにしても。私にサプライズを見せて。歴史と未来の執筆者たち。そして、
将来美しい世界をスムーズに降臨させるために私も頑張らないとね。あんまり寝てちゃダメだよ。今度は なるほど。乱雑な夢だったね。彼はとても不幸な人みたい。あなたの美しい願いを打ち破ってしまってごめんね。でも心配しないで。あなたが幸せになる姿が見えたから。夢とは全然違うけど、こっちの方があなたが思いついた何かよりも美しくて堅実だと思うよ。頑張って夢から脱出して本当の幸せをつかみ取ることを願ってる。限りない未来、尽きない可能性は、そういった矛盾する自我があってこそ意味が存在する。本当にそんな命を普遍の夢に閉じ込めるなんてひどすぎるよ。成婚計画自体も本質では無限を追求してるとはいえ、無限の可能性が潜んでる独立した個体を失ったら、この星はどれだけ寂しくなるんだろうね。よし、時間がない。このまま頑張ろう。あれ、どういうこと？成婚空間の保護システムを起動させてしまったのかな。彼女たちに影響がないならいいんだけど、気をつけよね。
こっちも阻まれてるなんて。まさか夢に干渉してるってことがヨルムンガントにバレたの？そんなはずないよね。疑似時間結晶の中で私はそんな未来を読んでなかった。何はともあれ、これは傍観者である私が世界と彼女たちのためにできる最、次の夢を探ってみよう。人間が作り出した特殊な生命体も夢を見るの？狭い定義での夢見というより、これはむしろ知識の伝播といった方がいいのかもしれない。子供時代と別れを告げるって、そういう意味もあったんだね。聖魂計画が月の空間に作った障壁のせいで、この物語を見落とすところだったよ。それと、人間の意志と選択は、時にこんなにおかしくて悲しいってことを忘れるところだった。でも、だからこそより感動的なものになるんだよね。それがあなたたちの決意なら助けてあげる。たとえこの長くて無限の過去と未来のためにあなたたちの瞬間を記録することしかできなくても、あなたたちの努力が、あなたたちの創造主が望んだように、この世界に変化をもたらすことを祈ってる。もちろん、いい方向にね。よし、続けて進もう。ちょっと待って、これは。征服の律者でも、個体生命に対しての聖魂計画の束縛を永遠に断ち切れなかったの？知っているはずだ。何をしようにも。それなりの代価が必要であることを。あるいは外来者とでも呼ぼうか。はじめましてだよね、ハイヘビ。確かにはじめましてだ。しかしすでに以前から君の噂はかねがね伺っている。聖魂計画が始まったあの日、ハイペリオン号は謎の失踪を遂げた。一晩たち、律者を一時的に拘束していた世界の泡は不思議なことに活性化し、こういう世界につながった。それとほぼ同時に、天命とネゲントロピーはそれぞれ虚数侵入に隠された特殊な情報を観測した。そして彼らは当初作戦の維持に成功する。
それ以外にも。もうそれ以上は言わなくていいよ。あなたの調査は完璧だね。何？普段は探偵小説を読むのが好きなの？秩序を維持するための本論に過ぎない。しかし面白いことに、私の調査が細かなところまで行き届いていたとしても、君がどこからやってきたのかについては。それはもちろん教えないよ。まあいい、これは敵に対するただの友好的な好奇心だ。根源がわからなくても君のことを外から来た異物とみなすことに変わり、言い方は粗雑だがほぼ同じだろう。成婚計画にこれだけのトラブルをもたらす無名の人物がいるとは思えない。正体不明の外からの力を除けばだが特別な生命だというなら、孫子の苦労を理解できないのはなぜだ。私を困らせる君のような存在も、律者や覚醒者である新人類も。さっきの夢もあなたが？残念ながらそうだ。彼女たちは地球の秩序を再構築するのに必要不可欠な歯車だが、孵化する間に取り返しのつかないミスをしないように、その鍵となる一人を夢で休んでもらうことにした。それに夢の内容から見れば、それも彼女にとって悪いことではないだろう。歯車？道具として存在する。それは十分に幸せなことではないか。道具にすらなれないものはここに残すしかないのだから。こうしてみると、人類として生まれてきた以上、やはり役に立った方がいい。何しろ今の地球は狭すぎる。廃棄物のための空間は多くない。まあいいや。生まれながら義務を背負ってるあなたにとって、価値と意味から離れた考えは難しいでしょ。だからより人間に近い観察者として、あなたに一つアドバイスをしてあげる。人間には最初から価値もなければ意味もない、客体化の概念がないからこそ、彼らは全てを超える潜在能力を持ってるんだ。人文的な思いやりというものか。おそらく天命やネゲントロピーの偽善者なら君と共通する言葉を持つかもしれないが、何しろ民族の安定を維持するために文明は、だが今はもう過去の民族は存在しない。実に残念だ。君は誤ったタイミングで へえ。しかし不要かもしれないが、ヨルムンガンドは彼らのために人文的な思いやりを送らないことも。それが同じ日を繰り返す大いなるかな権限、万物を取りで始め、すなわち天を滑る。彼らにとってそれが世界の全てだ。そして宇宙でもある。ここの素材は全て人類の真実の記憶から取ったものだ。外部の力の介入がなければ、それは
完全に理想的な、何の欠陥もない。ある同僚はいつもこの言葉を口にしている。全てが支離滅裂になるのを眺めて、避けられない死で永遠の弱滅に陥るより、理想的で美しい永遠を迎えた方がより人道主義に合うのではないか。人間はここで止まったりはしないよ。私はそういう未来を見たから。ほう、侵入者の特権か。特権というより個人の信念と言った方がいいと思う。私はただもっと人間を知ってほしいだけ。だから別にこれもやりすぎじゃないよね。友達からもらったただのキャンディーだよ。彼女たちの夢は虚数空間の造物だから、こういう形であれば彼女たちが触れてる全てを私たちも感じられるの。どう？重いでしょ？わあ、おいしい。でもキャンディーをくれた友達は、夢の中のキャンディーは味もないし、ゲームも面白くないって言ってた。そしてもう一人の子の夢に落ちていったんだ。多分あの子が欲しがってたのはキャンディーそのものじゃなくて、それを手にした瞬間か他人とシェアする瞬間だけなのかもしれないね。だから心配しないで。彼らの夢には何もしてないよ。ただあの夢たちはあんまりにも脆弱すぎたから、ちょっとした振動だけでもバラバラ。目下の問題が差し迫っていなければ、彼らに10年20年もっと時間を与えたら、全ての人は自分が夢の中にいると気づくはずだよ。そうなったらそのいわゆる天国もどうしようもない地獄になっちゃう。ま、ホログラフィックゲームは面白いけど、ずっとゲームの世界に閉じ込められたらそれは別の話だよね。滑稽だな。聖魂とはすなわち人類の思考と意志の結晶だ。人類が夢と一体化した瞬間、聖魂空間は人類の全てを有する。つまり君もまた覚醒していないもののように、自分が信じたい答えを信じているに過ぎ。でも人間には答えなんてないもの。あるいは多くの人は自分が欲しいものすらわからないと迷うから追い求める、追い求めるから執着する。そしてその苦しい過程で偉大な行動を成し遂げ奇跡を作る。そして最初の迷いを振り払うの。だから歴史を再現することしかできない夢では、現実世界で彼らが作った未来をシミュレーションできない。そんな欲求や貪欲、あるいは予測不可能なところ、その全てこそが私が人間を愛する根本的な理由だよ。人間が夜に夢を見るのは、昨日の自分にさよならを告げ新しい明日を迎えるためなんだ。うまいことを言う。
ただそれは一体成婚計画とどうか。私が背負うべき責任は人類を理解することではない、成婚空間を守ることだ。成婚計画は絶対に失敗しない。私たちが死んでも守りたい真理はそれだけだ。つまり夢から目覚めようが目覚めまいが、旧人類の明日はもう存在しない。故にこの結論に帰結する。この文明の子供時代を終わらせるために彼らには道を。理屈も情けも通じない敵なんて手ごわいね。エイマスシステムパワー最大。こうなると知ってたらあなたを本当の主人公に任せてたのに。でも彼女たちが期待する未来がより完璧な形で訪れるよう、あなたの行動を制限させてもらうよ。侵入者を見くびらないでよね。どうやら予想外の邪魔に長く足止めさせられたようだ。ではまた会おう。ちょっと不正行為の検出、直ちに該当アプリを終了する。残念ながら今回の件の決定権は私の手にあるのだよ。どうして？私の意識が成婚空間と一体化してる。君は人類を知り尽くしている。だが真似ることはあまり詳しくないようだ。成婚空間には人類の全ての意識と認知が集まっている。つまりいかなる存在も、たとえ君のような異様な存在でも、人類に近い意識さえ持っていれば成婚計画に捕獲される。だからあなたは私と対峙した本当の目的はそれなの？捕獲するための時間稼ぎだったってわけ？そうでなければ君に旧人類の話をするほどの興味など持てない。実を言うと彼らが私の前で逆立ちして歩いても何の驚きもないのだ。君は知恵を絞って人類のために演説をしていたが、その全ての発言は成婚計画が君を獲物として狙いを定める要因、外から来た異物、それが何だというのだ。成婚計画の下では何者も孫子の意志を超えることなどできない。君も終焉も、そして孫子自身も。だからあなたは私も夢を見ることができるというの？だけど逆に安心できたね。ここで退場するなんてちょっと悔しいけど、やらなきゃならないことはもう終わったから。だから
これは逆に証明なの。今までやってきた全てが無駄じゃないという証明。人類のように自分に感動しているのか？あなたも心で人間の夢を感じてたらそんなことは言わないんだろうね。どうした？心臓血管手術の指南でも求めているのか？面白くない冗談だね。私はこの世界の最も可能性が高い過去と未来を観測できる。生まれてからずっと人間に新たな可能性を見せて彼らにより良い未来をもたらそうとしてきた。けど確信してはいなかったんだ。人間にとってより良い未来が一体どういうものなのかを。私のサポートは本当に意味があるの？独りよがりじゃないのってね。でも最終的に成婚計画は私を捕獲した。これで私のサポートは止められたけど、でもこれは人間の意志が私を認めてくれたってことだよね。これでやっと確認できた。これは私の独りよがりじゃないって喜ぶべきことでしょ。時空の流れに対して自在に干渉する潜在能力を持つ異物である君の見識の浅さに驚いたよ。一般人の時間の概念から言うと、傍観者として私がこの世界のために与えたガイドは1時間ごとに数万件はある。でもそういった機械的な作業よりも心で彼女たちのことを支えたいと思ってる。人間の視点から言えば疑似時間結晶の中で私と彼女たちが向き合う時間はほぼ無限にあった。まるで長くて山あり谷ありの物語を読んでるようだったよ。物語の人の喜怒哀楽に感情移入してたんだ。そして今物語はクライマックスを迎えようとしている。私が好む未来を彼女たちに渡すよりも彼女たちにこう言ってあげたいんだ。お疲れ様、私はいつもそばにいるよって。私はそういう役になりたいから。世界を凌駕するような発言だな。だが残念なことにこの世界の調整者は一人で十分だ。どの存在のあり方にも必ず限界があるとはいえ、新しくしたいなら過去に無視された本体の潜在能力を利用するしかないって認めるべきでしょ。けど残念なのは、あなたたちはもう理解してると思うよ。ただあなたが知らないだけ。さようなら、世界の侵入者。もし君が人類に目をくらまされていなければ、私たちはもっと交流できたはずだ。
したの？キアナちゃん。メイ先輩、あそこの椅子でちょっと休まない？大丈夫よ。さっきはなぜか急にめまいがしたけど、今はだいぶ良くなってるから。まさかジェットコースターのせいですか？さあどうかしら。そんなわけないでしょ。メイ先輩が乗ってた時は何もなかったのに。ええ、さっきはキアナだけが叫んでたせいでブローニャの耳が痛くなりました。なるほど、わかりました。きっとキアナが大声で叫んだから。ちょっと、それならメイ姉様まだ遊び続けますか？もちろんよ、先月約束したでしょ。それに少なくとも連休なんてめったにないもの。それともキアナちゃんはもう満足できたのかしら？え、まだだよ。あと1日は遊べるもん。ううん、1週間でも。バカキアナ、メイ姉様はキアナが遊びたいと分かっていたから。ブローニャこんにちは。この辺に何か面白いアトラクションはありますか？君たちは初めて来たんだよな。僕は2回も年パスを買ったよ。それでも飽きてないんだ。僕に言わせれば、乗ってないものは全部試してみるといいよ。そろそろ遅い時間だ。帰って夕飯にしないと。いい子にしてたら来週また連れてきてあげるから。そうね、小さい頃はみんなお父さんやお母さんにそばにいてほしいものよね。どうした？大損でもしたような顔して。見てなかった？さっきめちゃくちゃ美人のガイドさんがアトラクションを紹介してたのよ。ああ、さっきはなんでバカみたいに自分で乗っちゃったんだろう。キアナちゃん、ブローネちゃん、次に行きたいアトラクションは何がいいか考えた？見えたやつに乗ろうよ。それが一番楽だから。ブローニャは？はい、ブローニャもそれでいいと思います。この道に沿っていけばまだ遊んでいないアトラクションがたくさんあるはずですし。それじゃあ出発しましょう。長く並ぶ必要がなければいいわね。はーい。かわいい少女たち、さっきはどれで遊ぶっていう話をしていたわよね。でしょ？あ、そうだよ。相談しても答えが出なかったから適当にたどり着いた先のやつに乗ろうかと思って。あら、悪くなさそうね。でもアトラクションがこんなにあるのにこの道にあるものだけを遊ぶなんてもったいないと思うわよ。つまりプロの助けがなければ並ぶだけで時間がかかっちゃうわ。この道にあるものを体験しただけで閉園になっちゃうんじゃないかしら。それで、何も知らないお姉さん、あなたが助けに来たプロなんですか？ご名答よ。頭がいいのね。ご覧の通り、私は遊園地のガイドさんよ。主な仕事はもちろん、可愛い女の子たちの質問に答え、案内して楽しい時間を過ごしてもらうこと。でも、
入園するときは別にガイドサービスなんて頼んでなかったよ。今からでも遅くはないわ。ほら、あそこの自動受付機を見て。ホーム画面のスタッフ案内から五つ星ガイドの妖精さんエリシアを選べばいいの。簡単でしょ。こうしてこう、ほら、コードをスキャンすればいいだけだから。ああ、ちょっと待ってください。少し考えさせてくれませんか。バカキアナ、彼女のことをおかしいと思わないんですか。そういえばちょっとね。メイ先輩はどう思う。私はさっきのお客さんが言ってた超美人のガイドっていう人が彼女なんだと思うの。外見だけで判断すれば確かに合っています。態度も、私の知っているガイドさんはみんなこんな感じよ。そっか。じゃあメイ先輩はガイドサービスをも、ええ、メイ先輩がそう言うなら、じゃあエリシア、これからよろしくね。お役に立てて光栄よ。そういえばまだこの白髪の可愛い子ちゃんの名前を聞いてないわよね。私はキアナだよ。キアナ・カスラナ。月の女神、素敵な名前ね。ありがとう。あんたの名前も素敵だよ。ええ、私もそう思うわ。だから当ててみて。エリシ、なんだかその質問ちょっと意地悪だね。エリシアの意味、エリシア、メガホン。あら、ついたくさん喋っちゃったわね。やっぱりキアナみたいに優しくて可愛い女の子には逆らえないわ。このままじゃプロの私でも遊びたいアトラクションを全てガイドできるって保証できないかもしれない。とにかくみんな妖精さんについてきて、楽しく出発しましょう。姉様、どうかしましたか。そうだよ、さっきから口数が少ないんだよね。あ、うん、私はクレーンゲームが終わった後どんなアトラクションにしようかって考えてただけよ。そういうことはガイドさんに任せてちょうだい。メイはただお客さんとして満喫すればいいのよ。これが遊園地で最も人気のアトラクション、クレーンゲームよ。はあ、すごい大きいクレーンゲーム。ぬいぐるみじゃなくてブローニャたちを掴もうとしてますね。だってブローニャってばぬいぐるみと同じくらい可愛いんだもの。それに私たちのような可愛い女の子にはこういう可愛らしい遊びが似合うでしょ。その理屈が合っているかどうかはさておき、それとこれとは話が別だと思います。細かいところは気にしないで、特別なクレーンゲームだとでも思ってね。特別、とにかくクレーンゲームを始める前にまずはメイ先輩は具合が良くなかったんだよね。じゃあメイ先輩に私とブローニャを捕まえてもらおうかな。構いません、
ブローニャは負けませんから。行動を予測されるなんて。先輩ってば、絶対わざとだよね。キアナの反応が遅いからでしょう。どうだった？みんな楽しめたかしら？もちろんだよ。案内してくれてありがとう。でもエリシアは一緒に遊ばないの？人が多い方がもっと楽しいのに。私はガイドだもの。遊んで本来の仕事を忘れちゃったらまずいでしょ。それにクレーンゲームはあくまで会員メニューの一つ目のアトラクション。フリスビーやバイキング、バルーンシュートとかはいつも長蛇の列だからまだ遊んでないのよね。ちなみに私の一番のおすすめはバルーンシュートよ。バルーンシュート面白そうですね。私は構わないけど、メイ先輩はどうする？みんなと一緒なら何でもいいわ。仲が良くて羨ましいわね。それなら次のアトラクションはバルーンシュートにしましょう。着いたわよ。バルーンシュートは普通に見えるわね。クレーンゲームと同じように複雑なデザインなのかと思ったわ。メイは分かってないわね。乙女のゲームには優雅さと余裕が必要なの。複雑すぎるデザインなんてむしろ美しさが台無しになっちゃうわ。乙女のゲーム、どこかで聞いたことがあるセリフね。とにかく今回は3人で勝負しましょう。ふふん、カスラナ家のガン型の凄さを見せてあげる。重曹ウサギは負けません。すごい意気込みね。メイも何か言わないの？遠慮するわ。ゲームだと思ってるのは私一人だけなのかしら。3人目の選手は少し照れてるみたいね。それなら直接本番に入りましょう。キアナちゃんとブローニャちゃんがこんなに静かになるなんて珍しいわね。まあいいわ、今はバルーンに集中しましょう。さすがメイ、楽勝だったわね。予想外の結果だわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。3人とも
まだまだ遊び足りないって顔してる。じゃあバルーンシュートもう一回やってみる？静かね。二人はゲームが始まると何も喋らないもの。集中しすぎてるのかしら。予想外の結果だわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。エリシア、同じ言葉を繰り返してない？え、そうかしら。きっとメイの聞き間違いよ。いいえ、聞き間違いなんかじゃないわ。キアナちゃん、ブローニャちゃん、二人とも気づいてる？うん、確かに同じ言葉を2回言ったね。 SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思いますね。ブローニャの仮説は結構大胆ね。じゃあ確認してもらおうかしら。例えば私の顔をつねったり手を握ったりしてね。今のはただお客さんの満足度を上げるためのガイドさんの話術かどうかを確かめたかっただけよ。もうどうしてみんな目的がないと人を動かせないって思うのかしらね。私たち仲のいい友達になったって感じてた。友達？とにかく私がアンドロイドかどうかはさておき、少なくとも今まで私はガイドとしての責任を果たせてるのよね。このまま別れちゃったら遊園地でもう二度と出会えなくなるかもしれないわよ。私のような美少女と会えなくなるなんてみんなは残念だと思わないの？それはどうして私の気持ちが。だからね、もう少し私のことを信じてみてね。エリシア、次のアトラクションは何？どうやらメイはもう決めてるみたいね。じゃあ、私も本気にならなきゃ。本来なら、ジェットコースターをもう一度体験してもらおうと思ったけど、賢いガイドさんは予定を変更するって決めた。これから体験するのは、遊園地の隠しアトラクションよ。じゃーん、着いたわ。でもここには何もないみたい。宝探しゲームだもの。お宝をスタート地点に置くなんてつまらないでしょ。まあ本当にそうしたらそれはそれで独創的だと思うけど、もちろんキアナがもっとストレートなゲーム、例えば私に抱きついて甘えたりするのがいいなら、お宝を直接渡すこともできなくはないわよ。いいよ、そういう意味じゃないから。エリシア、宝探しゲームが隠しアトラクションなら内緒よ。それが一体何なのか、どんなところが特別なのかについては見つけたらわかるわ。どうしたの？不正をしてガイドさんから有益な情報を聞き。メイはずるい子ね。こういうゲームは自力で頑張って探した方が面白いわ。それに私はメイのことを信じてる。メイならきっと本当のお宝を見つけられるはずよ。バージョンだけで見ると私たちの持ってるガイドブックと違うわね。かなり前のものかしら。
でも汚れが一切なく新品みたいですね。日付は空白？私の生徒手帳、どうしてこんなところに。ああ、特別かどうかだけで考えると、これがエリシアの言ってた一つ目のお宝なのかもしれないね。なるほど。なんだか私のお宝に対する認識が少しずれてるみたいね。でもまさかこれを取り戻す日が来るなんて。いつどんなところでなくしたのかも覚えていないのに。そういえば同じ学園だけど、千葉学園とセイフレイヤは全然違うわよね。最初は確かキアナちゃんは勉強じゃなくてジークフリートさんの行方を探すために学生をしてたのよね。そしてそれは動きやすい肩書きに過ぎなかった。そうだね、メイ先輩とは同じ学年じゃなかったし、あの頃の私たちにはあまり接点がなかった。私の知ってるメイ先輩もライデン女王というあだ名くらいかな。つまりウラルの銀狼と同じように千葉学園にいたメイ姉様にもそういう有名なニックネームがあったんですね。ある角度から見れば確かに有名だったかもしれないわね。でも別にいいことじゃなかったわ。でも今振り返ってみると、どうしてそうなったのかも理解できるわ。裕福な家庭、成績優秀なのに口数が少なくて、登下校はお迎えが来る。そんなお嬢様と友達になるなんてみんなハードルを感じてしまうもの。だから利益で動くのも必然よね。でもあの頃の私はそんな関係を当たり前だと思ってた。家に思わぬ出来事があって、私はようやく自分が空中楼閣の中で生きてたことに気づいた。多分あの頃の私は本当の友達が欲しかったんだと思うの。もちろんみんなの前で私をかばわなくても、雨の日に傘を貸さなくてもいい。ただお昼休みに一緒にお話しして、一緒にお弁当を食べてくれれば。そんな友達がいたら、当時のことを思い出した時に少なくとも辛さを感じることはなかったはず。そうだね。え？どうしたの？メイ先輩。何でもないわ。せっかく一つ目のお宝を見つけたんだし、急いで次のお宝を探そうよ。ブローネちゃんが好きそうな模型だわ。この模型もお宝になりますよね。
お宝でしたらブローニャは遠慮なくもらっていきます。しまっておきましょう。これは。技じゃないわ。剣道の中で最も基本的な練習の動作、素振りよ。待って、さっきまで元の場所にいたのよね。だってメイがすぐに2つ目のお宝を見つけたんだもの。どう？特別でしょ？これは初めて剣道の稽古をした時にお父様からもらったものなの。確かに十分特別だけど、私の家の倉庫にあるはずのものが急に遊園地に現れるなんておかしいと思わない？なんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝がメイと関係のあるものでも自然でしょ。それに仲間たちと遊園地で様々なアトラクションを満喫したついでに過去の体験と記憶を取り戻すなんて。私は、嬉しいかどうかについては、そうね、嬉しくないことはないと思うわ。メイは優しい女の子ね。でもたまには素直になった方がよりいい結果を得られるかもしれないわよ。よりいい結果？エリシア、あなたの言う通りね。たまには素直になった方がよりいい結果を得られるわ。メイ姉様、どうかしましたか？メイ先輩、一体何を言ってるの？何でもないわ。ただまさかこんな稚拙な夢に振り回されてたなんて。本物のキアナちゃんやブローニャちゃんに知られたらきっとからかわれるでしょうね。ブローニャちゃん、あなたはさっきこういう話をしたでしょ。 SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思うって。じゃああなたの言うメイ姉様だって同じじゃないの？そしてキアナちゃん、あなたはすごくミスが多かったわね。私が無意識にボロに気づいていないふりをしてしまうほどに。私がゲームに集中してた時やエリシアと会話してた時、本当のあなたならさっきみたいに黙ってるはずがないでしょ。あら、どうやらメイは完全に逆だるまさんが転んだの法則をつかんだようね。ええ、私が見てる時だけ反応し、
私が別のところに注意を向けると動かない。だるまさんが転んだの逆バージョンって表現がぴったりね。でも全てが偽りだとしても、私はあなたたちにありがとうって伝えたい。だってここは遊園地だもの。まるで削除ボタンを押されたような退場よね。ロマンが足りないと思わない？そうね、久しぶりね、エリシア。はーい、久しぶり。そう返事したいけど、おそらく私はメイが一番会いたいエリシアじゃないと思うわよ。わかってる。ただこんな風に話してみたかっただけだから。あら、私メイの願いを壊しちゃったかしら。久しぶりね、メイ。ええ、久しぶり。そんなに嬉しそうにしてるメイを見てると、ガイドエリの私も嬉しいわ。ガイドエリ？妖精エリを思い出したわ。彼女の仕事はデータ室の管理者だけど、私を導いてくれたことに関してはガイドとも言えるかもしれないわね。あら、もう一人の私がいるの？登場の順番から考えたら、その妖精エリとやらはガイドエリの先輩のようね。でもお客さんを案内することに関して、私は誰にも負けないわよ。それは私と彼女たちのあり方が違うからかもしれないわね。待って、どうして私の考えがわかるの？あら、つい。うん、とにかく彼女たちは確実にメイ自身の夢よ。幼い頃、絵に描いた友達のように、メイが信じなくなったら彼女たちの存在は完全に消えてしまうの。でも私はメイが受け継いだ刻印やこれから入手するお宝と関係がある。感受性としては純粋な存在じゃないけど、現状は安定性の方がずっと大事でしょ。なるほど。そう考えると、あなたが急に現れて私の注意を引いてくれなかったら、私は逆だるまさんが転んだの世界にいる事実に。メイ、気を引くの方が正しいと思うわよ。変わってないわね。ところでメイはガイドエリのイメージにかなり満足しているみたいだけど。まさか他のイメージもあったりするの？もちろんよ。13種類もあって、それぞれ違うスタイルがあるの。でも私がどんな姿で現れるかはやっぱりお客さん次第なの。例えばメイの一番の仲良しが千号だったとしたら、私はガイド千号の姿でメイを導くことになってたわね。戦後で例えると思ったわ。話を戻すけど、わざと体験したことのあるアトラクションに案内したり、会話中にエリシアが話した言葉を口にしたりしたのは、全てが夢だと私に気づかせるためだったのよね。その通りよ。でもメイはすぐに気づいてくれたわね。私の予測だと、メイは三つ目のお宝を見つけた頃にやっと違和感に気づくと思ってた。三つ目のお宝？それがあなたが言ってた本当のお宝なのかしら。本当のお宝が何なのか、何に使うか、どう探すか、どこにあるのか、それから私はなぜ私なのか、その存在意義とは、実際私にも全然わからないの。つまりそのお宝を開ける瞬間にならないと。でも何も知らないなら、どうして私が竹刀を見つけた時に。大丈夫、ついてきて。三つ目のお宝の場所に心当たりがあるの。心当たり？ゲームの考案者の考えそうなところを探せばいいってことよ。例えば、あそこ。
絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。大丈夫よ、もう少し探しましょう。なんだかかえって効率が下がった気がするわ。メイ、心の声が聞こえてるわよ。どうしてここにあるのかしら。お母様が私のためにいただいてきたお守り。ガイドエリー、あなた。あら、少し急だけど、私やっぱり気づかれたみたいね。あなた、知ってたの？だったら私たち本当に最初から真相を教えてしまったら、メイが理解するよりも先に私は異物としてこの夢から削除されるはずよ。もちろん少し特殊なやり方で、例えばメイの懐に入ってタイミングを見て真相と私の気持ちが書かれたメモを渡したら有効かもしれないわね。でもそのやり方が実現可能だとしてもやっぱりあまり選びたくなかったの。メイがガイドさんのエリシアと一緒にキアナやブローニャと遊園地で遊びたいって願ったなら、このめったにない美しい夢を前倒しして終わらせるわけにはいかないでしょ。私はガイドとしても刻印の延長としても私はこれからメイと一緒に歩めないかもしれない。でも私はメイのことを信じてる。あなたならきっと本当のお宝を見つけられるはずってね。だってこの瞬間の別れはきっと今後のロマンチックな展開のためにあるんだもの。なんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。お宝。どうやら一つずつ細かく確認するしかなさそうね。どういうこと？絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに。待って、もし全てが彼女の言う通りだった、
2社に問題がないのなら、問題があるのは私かもしれないわね。本当にバカだったわ。メイはただお客さんとして満喫すればいいのよ。ええ、その通りね。私はただ家庭を満喫して、そのついでに過去の体験と記憶を拾えばいいの。美しいものを迎えるためにあなたは変わることを選んだ。力を手にするためにあなたは我慢することを覚えた。心と体を一つにするためにあなたは成長し始めた。本当のお宝をここに隠すなんて確かに独創的ね。ゲームの終点はその起点である。螺旋と同じようにね。合理的でしょ。ビルビー、こんにちは。あらゆる刻印を受け継いだお嬢さん。お兄さんの可能性もあるのかな。まずクリアおめでとう。君が今見てるコンパスこそが宝探しゲームの本当のお宝で、君への贈り物だよ。でも大魔術師の作品なのに、一体どうやってそれを完成させたのか。大魔術師が折り紙の復元を提案した後、英傑たちみんなで挑戦したんだけど、成功したのは専門家だけ。彼女の女神エリシアもできなかったんだよ。それとも刻印を受け継いだ君はもともと折り紙マスターだったりして。あ、ちょっと話がそれたかな。とにかく宝探しの発動には特殊な窮地に陥ることが必要だった。そしてクリアしたご褒美に、私はガイドとして君をここから出してあげる。その原理の説明はとても難しいから、これだけ覚えておくといい。真実で虚妄を作れるなら、虚妄で真実を作ることだってできるんだ。英傑の刻印を全て受け継いだ以上、君にとっては終焉も成婚計画も人類の運命の終点じゃない。そしてもう一つ、つまり
彼女に関する件なんだけど、やめておこう。やっぱり本当のバックドアでまた話すことにするよ。あまり期待しすぎないでね。あなたって結構頑張る人なんだね。私が助けてあげる必要はないみたいだ。エリシア、ビルビー、私は長い夢を見てたの。夢どころじゃないでしょ。30分も消えてたんだから。キアナちゃんとブローニちゃんは大丈夫？大したことはないよ。このエリアを調べた時、彼女たちも幻覚を見たみたいだけど、幸いデュランダルがすぐに気づいたから、あなたと同じ目に遭うことはなかった。さあ動かないで、あなたの状態を確認するから。よろしい。後遺症は特にないみたいだ。キアナたちのところに行ったら？私は別の用事があるから。待って、四季の律者。他に何か用？先に言っておくけど、私は今本当に忙しいんだ。私が消えてたって一体どういうこと？私がどういう状態か分かってる？つまり今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしら。ふん、大雑把に言うと今の私は一枚の羽でしかないんだ。でもその羽が一体何なのか、あなたたちは気になったりしないの？都政の羽の一部なのよね。じゃあ都政の羽はどうやって作られたの？前起源の律者コアで。まさか断りの律者の状況みたいに都政の羽の羽って実は。近いね。普通羽は一種の記録装置、もしくは特殊な通信機として使えるけど、本質の話をすると、羽は律者コアの内側、虚数空間と現実をつなげる一つの接続口なんだ。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ？私の現状もさっきまであなたが体験してたこともどっちも似てる。唯一の違いは、私たちの実体を否定したのは漁師の海じゃない、虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして内外反転が得意だけど、あなたたちは苦手みたいだね。幻覚とか夢とか急に消えるとか、空間が混乱した場所で起きる生根計画のあらゆる影響は、そういう内外反転と関係があるんだ。やっぱりウサギの仕業なのかしら。それはどうだろうね。さて、私は先生なんかじゃない。あなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょ。これ以上複雑な質問は彼女といろいろ手伝ってあげたんだから、私もそろそろ休みたいんだ。
キアナちゃんとブローネちゃんのところに行きましょう。先輩、心配をかけたわね、キアナちゃん、ブローニャちゃん。四季の律者とデュランダルさんのおかげでなんとかなりました。とにかくメイ姉さんが無事でよかったです。そうだよ、成婚計画の小細工って本当に一秒も油断できないよね。ええ、でも危機はチャンスにもなるわ。例えばさっきのアクシデントで、全文明が残してくれたバックドアに私は気づいたかもしれない。なるほど、テスラ博士ならきっと興味があると思うよ。テスラ博士、本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって博士が言ってたのを覚えてるかな。多分メイ先輩が見つけたのはそういう改善の余地みたいなものなんじゃない。でもデュランダルさんの思い出のものと同じ機能を持ってる可能性もある。デュランダルさんの思…あ、メイ先輩はきっと驚くと思うんだけど、実はデュランダルは私に遺伝子をくれた本当のキアナだったの。彼女は事故で記憶を失って、その後もいろいろなすれ違いがあって、今日一緒にパパを助けに行った時にカスラナの聖魂空間で思い出のものがあったから、やっとその事実を知ることができたんだ。なるほど、どうえ、メイ先輩はちっとも驚いてないの？いいえ、確かに思いもよらない出来事だけど、とても辻褄が合ってるわ。ブローニャちゃんも同感なのよね。それでもブローニャはメイ姉さんよりびっくりしてたと思いますよ。でもこのことに驚いた人といえば、学園長でもその事実を知ってしばらくぼーっとしてたみたいです。とにかくそういうこと、その思い出のものは私たちが記憶を共有した後に跡形もなく消えちゃったの。ブローニャはそのことを言いたかったんだよね。はい、確かにその可能性も否めないわね。ただあの十三英傑のビルビーの作品だから私は信じたいと思うの。なるほど。あ、みんなはここにいたのね。メイ大丈夫だった？学園長、すみません、みんなにも心配をかけてしまいました。そう言わないでメイ、無事で何よりよ。さっき四季の律者が状況を教えてくれたの。あなたたちはメイが手にしたビーコンをネゲントロピーの博士たちに調べてもらうつもりなのよね。うん、ちょうどよかったわ。キアナとメイをソルトレイク基地に連れて行こうと思ってたの。もちろん念のため四季の律者も護衛として。それならセイフレイヤはしばらくブローニャが守りますね。ええ、ジークフリートが開演場に到着した後、フカが支援しに来てくれるはずよ。今のところ開演場はとても安定してるから、広報拠点として扱えるわ。ネゲントロピー側は相当練り上げた作戦プ…そうなの。でもメイのビーコンはきっと彼らにとってもさ…ちなみにいつ出発する予定ですか？四季の律者は休憩に行ったようですが。え、約束したのに。あのね、別に私はあなたたちに雇われたバイトなんかじゃないんだから、呼ばれてすぐに行く筋合いはないんだよ。
あなたたちがまたウサギの罠にかかっちゃうかもしれないって心優しい私が心配してなかったら、こんな仕事をすることだってなかったんだ。四季の律者、ずっとここにいたんだ。うん、誰かさんが話をきちんと理解できていないみたいだからね。私が約束したのはライデン・メイを見つけて彼女とキアナを守ることで、別に一緒に行動するなんて言ってないけど。テレサ、あなたは天命の主教なんでしょ。 S 級バルキリーは全部あなたの部下なのに、それでも満足できないの。四季の律者、あなたの権能は唯一無二のものよ。当然だよ、あなたに言われるまでもない。褒めても何も出ないよ。もちろんそうよね。だってあなたは自由な律者だもの。あなたならどんなに遠くにいようと、必要な時には必ず私たちを守ってくれる。私はそう信じてるわ。うん、もうどうでもいい。あなたたちの本性がやっとわかった。どうにかして頼み事を引き受けてほしいだけでしょ。私がいない。あの、皆さん喧嘩をやめてください。お嬢ちゃん、ここはあなたが出る幕じゃないよ。それに喧嘩じゃなくて、彼女たちがどうにも情けないからカウンセリングを受けてもらってただけ。でも今はみんなで一致団結しないと。誰の力が欠けてもダメです。前に会ったスーサナさんもごく普通のバルキリーでした。でも彼女がいなければ開演場の時にもっと手間がかかったはずです。ジェーレ、はあ、もう勝手にして。ジェーレの顔に免じて、これは貸しだよ。わかった？つまりみんなと仲直りしてくれるんですね。とにかくそんな純粋な目で見ないで。あとその変な話し方もやめて、お願いだから。ごめんなさい。で、そろそろ出発できそう？どうやら大丈夫みたいね。言っておくけど、本当に必要な時にしか手を貸さないよ。ボサ頭、分析結果のことなんだけど、そっちはどれくらい進んだ？テレサさんが持ってきた岩石のサンプルは全部分析済みだよ。簡単に言えば、星外の物性は律者コアに近い。かつては特殊な形をした虚数特異点の構成単位だったんだろうね。けどこれはあくまでも活性化できない破片だ。引き続き割り出せる情報も限られているだろう。それについては後にして、今のケビンがどういう状態か、あるいは終焉の律者の誕生規則が何なのかについて推測できる？ケビンの方はまだ何とも言えないが、後者については、まずは終焉の律者は無から生まれるわけではないんだ。おそらく終焉の律者はずっと存在している。はあ？さっき星外は活性化できない破片って言ってたじゃない。それは間違っていない。だがケビンやフカの話によれば、終焉の権能は時間だ。律者コアが虚数特異点である以上、それ自体が虚数空間の不動点だから、時間をその仕組みに加えてみると、とある結論にしかたどり着けない。終焉の律者は何らかの形で時空変換の影響を受けないようにしている。ちょっと待って、じゃあもっと大きな矛盾が出てくるじゃない。もし終焉が時間の影響を受けないんだとしたら、成婚計画は
一体どう時間を使って奴の力を奪ったわけ？そうだね、確かに矛盾している。でも成婚計画とは結局のところ終焉と表裏一体な存在に過ぎない。え？ケビンの態度を深から聞いて僕はあることに疑問を抱いたんだ。ケビンから見てなぜ成婚計画を実行すれば必ず崩壊に勝てるのか。勝てないから仲間入りするだけじゃないの？ならどうして崩壊に仲間入りする必要があると思う？ケビンが言ってたじゃない、崩壊は法要だって。あ、君も気づいたようだね。マユが何を指しているかはわからない。でもそれは何らかの片枠なんだと思う。成婚空間は現実と虚数空間を同化させる。それもおそらく前提を無視した強制的なやり方で、その推測が成立するならケビンが背負う終焉の権能、それはいずれ全人類に分け与えられる。その時が訪れた時、生き残った人類は終焉の影を与えられる。まあその際終焉は多分無害になっているだろうが。その考え方でいけば、例えば新人類が支配の律者の人形だとしたら、成婚計画そのものが支配劇場を作り上げてるってことかしら。いえ、ちょっと違うわね。成婚計画は成婚覚醒者を直接操れない。ヨルムンガンドも彼らの自由が失われるはずがないって思ってる。だとすると旧人類は支配の律者が操る人形みたいな礎、そして新人類はオットーのような存在なのね。ああ、しかしそれは例えに過ぎない。多少不合理な部分もある。仕方がないことだけどね。まあここまで話せば君が研究しているビーコン、その重要性も明らかになってくる。あ、そうね。そっちの結果ばかり気にしててこっちのことは全然話してなかったわ。今得られる結論だけを見れば、私たちは確かにネイが見つけたビーコンを発信装置として使うことができる。ただビーコンはとある存在しない対象に向かってメッセージを送り続けているみたいなの。測量結果から察するに、ビーコンはメイのコアをエネルギー源にしてとある簡単な重複信号を虚数空間に向かってずっと発信してる。簡単な重複信号が何を意味するのかまではわからないけど、発信装置のデザインを見る限り多分受信相手を見つけられていないはず。圏外状態の携帯が必死に基地局を探しているようなものよ。対象は起源の律者なんだろうか。わからないわ。技術面では検証しづらいの。だって今まで本当の意味で起源の権能を見た人間はいないから。それよりももっと気になるのは、メイがどうしてビーコンを見つけられたのかよ。四季の律者が僕たちに注意したことと関係があるんだろうか。メイが成婚計画に狙われているだったね。そうよ。その話とケビン本人の言動で一つ微妙なことに気づいたの。成婚計画がビーコンを作ったのか、もしくはビーコンが成婚計画の中に隠されていたのか。どちらにしてもメイが成婚計画にとって極めて特別な存在であることを示しているわ。そのことが最終的にどのような結果を手繰り寄せるのかはわからないけど、どうであろうと試してみる価値はある。つまり天命の当初作戦のように、メイのやりたいことは第二次ムーンライトスローン計画と矛盾してはいないんだね。ええ、もちろんキアナのためでもあるしね。こうなると
作戦計画の目星も大体ついたわ。長光が行っている実現の可能性に関する実験が終わったら、全員を呼んで連合作戦会議を開きましょう。ここからはド派手に行くわよ。それも成婚計画に負けない規模で行こう。第42実験室の心情は覚えてるかい？万物の支配に大信心を持つ者はあらゆる存在を喰らえる。あの頃は実験室の壁に刻んだものだ。ねえ、それってジャンクフードを食べるための言い訳じゃなかったの？そうだったかな。とぼけないで。それを刻んだのは実験室の厨房だったわよ。天命本部は安定しています。作戦会議への出席はいつでも可能かと。はい、そちらも気をつけてください、テレサ主教。テレサ様はネゲントロピーの本部で作戦会議を開くおつもりですか？ええ、各方面から来る信号が旋回地上を通して暗号化されますから、皆さんはテスラ博士とアインシュタイン博士、それと長光さんの調査結果に基づき成婚計画に攻め込み、ケビンと決着をつける作戦を立てるつもりです。それと人為的な枷を解くと同時に定められた終焉を乗り越える必要があります。つまり人類の命運を決める戦いなのですね。はい。アインシュタインたちとは違い、私たちはすでに世界の泡の中で一度経験しているなのです。ただそれが成功したとはとても言いづらいなのです。当時は敵をきちんと認識できていませんでした。だからこそ今回は異なる作戦の内容を組み合わせる必要があります。地球を奪還し、起源を探索し、終焉を超える、この3つが目標です。そのために各自並行した単独の作戦を考える必要があります。例えばケビンのように終焉を掌握できるまで成婚計画を打ち砕いてはいけません。たとえそれが可能だとしてもです。戦略的に見れば確かにそうなのです。ただもし私たちが戦術的優位を確立できなければ、いくら戦略のために分析したところで机上の空論に過ぎないなのです。そのことについてですが、ある面白い現象に気づきました。天命、ネゲントロピー、それと火を追うが、強いて言えばヨルムンガンドでもありますが、三つの組織は3つの課題の具体的な解決法を見つけています。たとえ悲観主義者であるシュレーディンガー博士でも、会議が終わる頃には本当の意味で希望を見つけられるはずです。今回の作戦会議が終わった後、俺たちはおそらく長く苦しい戦いを迎えることになるだろう。この場で聞くのは余計なことかもしれないが、キアナ、ライデン・メイ、テレサさん、
分析の結果を待っている間に君たちはちゃんと休憩できただろうか。十分休めたわ。数時間しか寝ていないデュランダルと師匠に比べれば、私たちは結構余裕があるくらいよ。この時間を利用して刻印を感じ取る瞑想の訓練を行ってました。こうして見るとみんなの休憩方法ってすごく違ってるね。私はベッドでぐっすり寝たよ。二人は多分真似できないと思う。確かにそうだね。まあそれはいいとして、そろそろ約束の時間だ。名手始め。ああ、デュランダル、リタ、長光、そちらの通信状況はどうだ。天命本部は異常なしよ。ブロニア、セイフレイヤの方も問題ないな。委員長、ゼーレ、それとブローニャも準備完了です。ジークフリートさん、開演場の方に異常はないだろうか。ああ、スーサナがよく仕事をこなしてくれている。俺とリノお嬢ちゃんはいつでも出撃できるぜ。心得た。では早速作戦会議を始めるとしよう。今回の議題は3つだ。地球の奪還、起源の探索、および終焉の超越。長光、まずは天命が担当している地球の奪還の部分について説明してほしい。いいわ、ちょうど話したいところだったし。天命の当初作戦については皆さんも知っているかもしれないけど、数々の戦いを経て私たちは聖魂計画から天命とネゲントロピーの本部を守り抜き、聖フレイヤのような前線拠点を構えることができたわ。これから行う地球奪還計画はそういった当初の数を増やす作戦よ。聖魂計画を覆さず、しばらくの間地球の空間をより多く正常化させる。もちろんそうするには巨大なエネルギーが必要よ。天命も虚数の規則から使える資源を見つけ出さなければならない。でも幸いにも聖魂計画自体が重要な発想を与えてくれた。聖魂計画が終焉の力を利用し地球の周りの空間を丸ごとリセットしているなら、その使い方を十分学習すればある程度互角に渡り合うことができる。聖魂計画を学習？それだけじゃないわ。私たちはカスラナの聖魂計画からジークフリートさんを救出した上、その空間をケビンから切り離しテレサ司教の管轄にすることができた。この方法によって聖魂計画の他に反聖魂計画を立案する端点を得られたわ。知っての通り聖魂計画のもう一つの端点は月。その要となっているのが月からケビンへと移っていく終焉の力。それを直接模倣するなんて私たちには明らかに不可能だけど、ちょうどこちらにはさっき言ってたお手本がある。それって模倣だけじゃなくて聖魂計画まで利用するってこと？ええ、聖魂計画とは人類の夢が織りなす巨大な網よ。強大な聖魂覚醒者であればあるほどそれを作り出す能力も強くなるの。幸運なことに私たちには天元の者がいる。デュランダルさんの真実の血筋について皆さんはすでに知っているでしょ。実際彼女の中ではカスラナとシャニアテ、2種類の聖魂が覚醒している。もしテレサ司教が聖魂計画をコピーする礎を掌握したと言えるなら、デュランダルさんは聖魂計画をコピーする方法を提供してくれることになるわ。シャニアテの力で操り、カスラナの力で収容すれば聖魂計画そのものが虚数から力を吸収できる以上、彼女たちは聖魂計画のように空間の在り方をコントロールできる。その過程で必要になるのは旋回一条や趣味消しなどの律者ではないものだけ。
そうなればキアナも他に気をそらすことなく作成に専念できるわ。もちろん起源の探索と終焉の超越に比べて地球の奪還は一時しのぎの綱引きみたいなもの。でも地球の奪還は路線図が一番はっきりしている。実施の過程で他の作戦をサポートすることもできるわ。作戦の参加者についてだけど、さっき話した通りにデュランダルさんとテレサ司教が必要になるわ。サポートは暫定でジークフリートさんとスーサナ、リタが率いる予備隊も支援できるわ。作戦開始ポイントは開演場だったわね。ええ、効率から見ればセーフレイヤーの方がより良い選択かもしれないけど、安全性の面も考慮して最初。それは開演場が外力の干渉を受けず自らの空間性質によって終焉による世界全体のリセット。その通りよ。だからこの後の試みが全て失敗しても、最低限開演場では過去の現実を保存できる。デュランダルさんがかつてあの世界の泡を定着させたようにね。とにかく地球の奪還についてはこれで全部よ。続いてはテスラ先輩にバトンを渡すわね。待ってくれ、起源の話を始める前にまずは終焉について話したいことがあるんだ。つまり第二次ムーンライトスローン計画のことでもある。つまり順番から考えると、起源と終焉には最初の仮説よりもはるかに深いつながりがあるみたいね。第一次ムーンライトスローン計画とは、崩壊エネルギーを一般エネルギーへ転換する装置を大量に製造し崩壊を無害化させる計画でしたね。そうだ、崩壊と文明が線形関係であれば本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかしその後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在で、その性質は他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして時間不足、効率不足の問題は避けられない。だからこそ第二次計画は工業的解決プランではなくなり、特殊な行動？うん、前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに敵の在り方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時にアインシュタイン博士が教えてくれたの。つまりそれはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば、僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をする。ただ想定外のことがいろいろあって、実際のところ私たちはキアナの問題を甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに、空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんて。ああ、あれはキアナとセーフレイヤーにとっては災いになったが、それだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。だからこそ今になってようやくこの計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば、人為的に終焉の律者を作り出し、律者の力にムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが第二次ムーンライトスローン計画だ。人為的に作り出す？ああ、成婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では人類自身で終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつてオットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で
確実に実行できる技術ルートを見出すこと。ブローニャが経験した羽化もそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えば、ベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超弦数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超弦奇数内を徘徊しているに過ぎず、超弦の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はあ、はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら超弦数とは何かから説明し始めるから、とにかくケビンであれウサギであれ、イニシエの楽園の英傑であれ、みんな繭という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまりいつどこからか現れた異物が地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているって話なんだけど、明らかにその対象は終焉の繭でしょうね。成婚計画は繭に対して何らかの操作を行うことで終焉の力を盗み取るっていう結果を、いわゆる火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の繭こそが唯一の虚数特異点であり、唯一の律者コア。異なる次元の繭の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に顕現させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの？世界の泡とこういう世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を抱擁してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その抱擁は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで抱擁の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に、人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて環境を改造し、それに人類が応じるの。ということはブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただもっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。
剣能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところはそれほど多くの律者の剣能を有しようと人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の剣能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、過程における些細な違いは重要ではない。結局のところ、精魂計画自体も異なる角度から終焉をシミュレーションし、特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば、長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。精魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えばそのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように、起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、メイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね、キアナちゃん。さっきからあまり意見を口にしていないけど、会議が始まる前から知っていたの？うん、でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人となるとキアナちゃんと私も含まれるのよね。うん、だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができていることになるわよね。ええ、そうよ。地球の奪還と同じく、私たちは精魂計画を利用してビーコンを正しく使う。具体的に言えば、つまり率直に言うと、私たちの作戦は他の作戦の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と精魂計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる、あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。あら、留守番が不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね、ユランダル。どこかの中年親父なんて相手にしない。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話し中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、精魂計画の案と目次をこちらが攪乱するのを待っています。まあ精魂計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で
起源の探索のきっかけを作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？聖フレイヤ側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロピーと天命の臨時名手として、聖魂計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで終焉の超越の具体的な方法を決める。各位、作業を開始してくれ。これは旋回一条を遠隔操作しているの？難しいですね。はい、どうやら長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。巨数の増物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。今していることは聖魂計画の血抜きのようなものですから。近づいてきたようです。巨樹の残骸、やはり。つまりこいつが必要とするタイミングなのね。はい、奴を倒せば陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。かすり傷です。かすり傷です。初めて黒煙白火を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのは同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り
旋回地上をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわ。ねえ、旋回地上は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく、はい、地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。天元の力を持って、私は聖剣と同じ役目を果たす。世界を操り、それを何時カスラナの聖魂空間の継承者へと定着させる。黒炎白火よ、鍵となり聖魂の真なる力に導きを与え。我は地獄へと馳せる黒、我は天より来訪せし白。創生前に生まれ隠滅後を生きる、我は天地を反転させ秩序を人生に返す。創生の鍵、黒炎白火、第二計画出力、聖章逆流、超限解放。世界が征服されていきます。汝を殺さぬ者は汝を強くする。確かにそうだな。逆に言うと、どんなに複雑で精密な技巧でも、プログラミングさえ可能になれば思考不要な本能になります。状況はどう、ブロニャお姉ちゃん。今までの監視と同じです。聖魂計画の組織はルランダルさんによって剥離され続けてますが、メインネットワークには何の変化もありません。つまり今はまだ中をハッキングして起源のビーコンを使うタイミングじゃないってことよ。で、委員長たちは。ブローニャちゃんが聖魂計画のメインネットワークを監視してから、空間を再規格化している怪物たちがセーフレイヤーに現れるようになったの。私たちがいつでも行動できるように、委員長はキアナちゃんやリス・ショーさんと共に怪物と。なるほど。その怪物たちに何か異常はありませんか。異常で、例えば数が一気に増えたり、もしくは一気に減少したりとか。そういった様子はないみたいだよ。わかりました。ブローニャたちが待っている反撃タイミングはまだですが、何か変化があり次第、ブローニャたちは力をその中に投入し。じゃあ私たちは少し休んだ方がいいんじゃない。あ、四季の律者さん、ブローニャお姉ちゃんとの連携はうまくいっていますか。当然だよ。私はってや連携って何。私が指揮してるの、彼女と、それからあなたたちを。監視という行為から言えば、この組み合わせによる効果はもちろんその分疲労するという点も嘘。
そんな小さな体で。キアナを見習って1日4食にハンバーガーを2つ追加した方がいいんじゃない？とにかくブローニャちゃんが処理装置で、四季の律者が駆動装置を担当するっていう可視化に、成婚計画を監視する能力を大幅に引き上げられるわね。アインシュタイン博士のおかげです。旋回一条が最大効率で動作している中、キアナの力を温存しなければならない時に、成婚計画の意識空間の特性を利用してこんなにユニークな探査方法を考え出すなんて。ただ残念なことに、こういう時はデュランダルさんやテレサ学園長を信じて待つしかないのかな。ネゲントロピー側に連絡した方がいいかしら。博士たちは今終焉関連のものの準備をしてると思うけど。いえ、おそらく現状を変えることに対しては、彼女たちの準備の邪魔をするより委員長たちと担当を交換した方がいいかと思います。もしかしたら結果から見ると、様子見と決めたブローニャと四季の律者が戦機を見誤っていた可能性がありますから。はい。いいえ、あなたのせいではありません。四季の律者は最強の実力者として中央に残り、実力を温存しながら本当のタイミングを待っていてください。ふん、いいでしょ。力仕事がしたいなら勝手にどうぞ。ゼーレ、メイ姉さん、行きませんか？体を動かして気分転換しましょう。うん。配置。これは学園長とジークフリートさんが遭遇した巨人の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんですね。安全装置解除します。再現、空間転移開始。弱点確認、デフォルトモジュール起動。ねえ、私たちちょっと遅かったかな。問題ありません。ちょうど体を動かそうと思っていたところです。ブローニャ、観測はもう終わったの？はい。ですが成婚計画は不変をもって万変に応ずることにしたようで、もしかし偶然にも先ほどの戦いでふと気づきました。成婚計画のメインネットワークにとって、星の目次という名前は作業場所のことではなく作業の結果なのかもしれないと。その話ちょっと理解しにくいな。すみません、表現を変えましょう。例えばブローニャたちが以前入ったあの小さな漁師の海のように、この怪物たちには不自然な痕跡があります。奴らは単なる虚数の造物ではなく、とある明確な作業のために作られた道具で。そしてメイ博士はこう言いました。成婚計画の本質は世界の編纂。奴らが聖フレイヤを攻撃し続けたことから見ると、その作業の具体的な性質も分かりやすい。成婚計画が空間の繰り込みをうまく終わらせられるようにサポートしてるってこと？はい。ですから奴らは虚数の造物というより、成婚計画の組版作業員といった方が適切かと。そしていわゆる星の目次はその組版作業員たちにとって自慢の傑作なんでしょう。なのでブローニャたちが別の作戦へと切り替え、目次やメインネットワークを飛ばして直接奴らを生み出している存在を狙うしかありません。それはそうだけど、具体的にどうすればいいの？敵たちが送ってくれた資源をうまく利用すればいいんです。例えば
ブローニャたちが倒した弱い怪物たちは数だけで編纂を行えるわけじゃありません。奴らはあくまで針や糸なんです。そうなると本物の編纂者はブローニャたちが見た巨樹の残骸のような規則に影響を与えられる虚数の造物である可能性が高いでしょう。まさかプロメテウスがあの時に言ってた巨樹の残骸実存主義とかのこと？その可能性は高いと思います。ではそれを利用すれば世界に繰り込みを行う能力が相手にある以上、デュランダルさんや学園長のようにその敵たちを利用することもできますよね。理論上は可能だと思います。ですがヨルムンガンドが奴らを操っている方法は終焉を避けて単独で成立するものではない。それから役割分担の面から考えれば起源のビーコンの使い方を探すことこそが、そしてビーコンが現実世界で圏外状態になってしまうのなら伝説の終焉の眉に近づけるしかないというのがテスラ博士の考えで、それが私たちが成婚計画のほころびを探しハッキングしようとしている理由でもあるわね。私たちが触れられるものという基準から考えれば成婚計画は唯一終焉の眉と関係がある存在ですから。はい、話を戻すと普遍を保つ成婚計画のメカニズムを利用し怪物たちの上の存在を探すことでそのシステムを成婚計画のほころびにすることができるかもしれません。じゃあ私たちは何を準備すればいいの？今までの観測と大して変わりませんがより焦点を定める必要があります。大丈夫です、そんなに難しいことではありません。良いタイミングです。もう少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。エネルギー解放、全エリア放火、戦術変更、特殊次元展開。もう戻ったの？何？私がいないと何もできないのかな？ええ、ブローニャもその点に気づきました。やめて、あなたたちがゴマをすると大体ろくなことがない。みんな揃っていますし、もう一度作戦計画を確認します。このまま受け身の状態で成婚計画のメインネットワークのほころびを観測するより観測能力を戦闘能力にし、引き裂く？はい、全力を出せば意識の海で一時的に自分だけの空間を開拓することができます。安全にビーコンが本当のバックドアを探せるようにするんです。でもそうすると私たちの観測も気づかれるはずよ。しかしそれはあくまで一時的です。その隙にほころびを探すのが目的とはいえ、成婚計画が反撃してきた場合、相手が全力でこちらを狙えばデュランダルさんたちの状況とは違い、律者であるブローニャたちは受け身の状態になる可能性が高いと思います。その瞬間をなるべく先延ばしできるようにしますが、その前にメイ姉さん、バックドアを見つけたとしても、それから何かを発見したとしても必ず撤退のタイミングを見極めて比較的安定しているセーフレイヤーに戻ってください。それって成婚計画が反応した場合、私はもう一度飲み込まれるかもしれないってこと？はい、それと前と同じように限界まで成婚計画の解析を行うためには精神面で四季の律者のサポートも必要です。ふん。そしてメイ姉さんはブローニャと共に成婚計画の深部にし、ビーコンに変化があり次第一気に本当のバックドアを見つけ出し中にある力を掘り出しましょう。ええ、そしてキアナは空の律者の権能でこれから引き裂く意識空間を一時的に閉ざしてください。
最も安全な撤退ルートのみを確保するんです。これでもう少し時間稼ぎができるはずです。行動が任せて。でも本当にもう少し準備しなくていいの？あまりにも急で。大丈夫です。断りの律者は触れたばかりの物事に対して独自の記憶力を有しています。虚数の造物のロジックを復刻させることで世界を再定義します。なるほど、これが聖魂計画が作った世界ですね。星の目次、やはりこういう雰囲気なんですね。ブローニャちゃん、今は全てが正常だって思ってもいいかしら？もちろんです。ただ少し力を出しすぎたせいか相手の中枢に近い場所にいます。戦いの準備をした方がいい。そういうことね。はい。でもここまで来たのにメイ姉さんのビーコンは反応なしのままのようですね。ええ、だから力を出しすぎというよりむしろあっ、じゃあメイ先輩にはやっぱり最高のパートナーが必要だよね。キアナちゃん？ちょっとしたサプライズかな。私が一緒に行動することで最も安全な撤退ルートが出来上がるんだよ。そうすれば空間の道をより狭くできるし、万が一予想外のことがあっても私があらかじめ空の律者の全力を出せば全て解決できるから。でも全体的に考えればキアナはこの段階で全力を出さない方がいいと思います。それはブローニャ次第かな。さて、じゃれ合いもここまでにしましょう。さっきも言ったようにこの悪戦はすでに一触即発の状態よ。みんな準備しておいてください。世界の目次を編纂するならプロメテウスですら対応が難しい存在もこの近くにいるかもしれません。これって前哨戦ってことかしら？主導者、相手は少し恥ずかしがってるみたいだね。エネルギー解放、ゼリチャージ、ワン、ツー、ファイヤー。反応検査、一掃します。来ます。その再現、空間採掘することになるかもしれません。安全さ、なるべく敵を消滅させず無力化しましょう。
反応検査。軌道状態確認。エネルギー解放。全エリア崩壊。引力構築。疑似ブラックホール。安全装置解除します。反応検査。一掃します。軌道状態確認。戦術変更。特殊次元展開。コアトレーションモデル。ベストタイミングです。審判の時は来た。解析結果によると戦闘は始まったばかりです。雷電の子早く火力維持。エネルギー解放。全エリア放火。ホール反応検査一掃します。安全装置解除します。軌道状態確認。星の再現。空間転移開始。搭載部隊ファイヤー。レスキュー戦術。コアポレーションモデル。ベストタイミングです。決戦の時が来た。雷電の子早く。アサルト火力。ブローネちゃん状況はどうなの。今までの敵よりも構造が複雑ですからもう少し時間が必要です。予備エネルギー真理の名を持つ過去を超えます。まずい。任せたよブローニャ。問題ありません。武装再構築。手動装置開始。星が砕けついたのを見たことはありますか。安全装置解除します。エネルギー解放。全エリア崩壊。予備エネルギー起動。反応検査一掃します。エネルギー解放。全エリア崩壊。コンプレートリーク。真理の名を持つ過去を超えます。解析完了。解除。ティアナ、メイ姉さん、着地の準備をしてください。ブローニャがとどめを刺します。崩壊。そのセリフを待ってたよ。反応検査一掃します。星が砕け散る様を見たことはありますか。コンプレートリープリペアード。
これで終わったのかな。はい、今までの造物と同じようにしばらく敵の性質を利用できるようになりました。ですがブローニャたちが予想してたよりも。どうしたの？厳密に言うとこいつは漁師の鍵に類似した結合のメカニズムを持っています。そのせいで断りの律者はその一つの瞬間しか模倣できません。つまりこれ以上深入りするとメイ姉さんは一方通行の道に入ることになります。待てブローニャ、その場合メイ先輩はどうやってここに戻るの？ここには戻れません。バックドアが完全な未知数であることを考慮すると、今回キアナのお父さんを助けた時の行動をもう一度行う必要があるかもしれません。もしくは最悪の場合、デュランダルさんと学園長が世界の奪還の途中でメイ姉さんの行方を偶然発見するのを待つしかないかもしれません。とにかくブローニャも解析が完了した後にそれを知りました。ブローニャたちが手に入れることができるのは絶対に安全な時間ではなく、バックドアに出入りする時間のみです。メイ先輩はどう思う？私はこれは私の責任というより使命だと思うの。英傑の刻印を受け継いだ私にとって今回の目的は権能に触れることだけじゃない。私はキアナちゃんのことを信じてるし、ブローニャちゃんのことも信じてる。今まで私たちと共に苦難を経験してきた。どんな時もどこにいても始めましょう。ブローニャちゃん、いつでも始められますが。メイ姉さん、チャンスは一度だけです。ブローニャが始めた後、唯一のハッキングタイミングを見つけてください。でないと全てがやり直しになります。もっと悪いことも起こるかもしれません。わかったわ。全てが役に立つといいけど。キアナちゃん、ブローニャちゃん、あとは頼んだわね。うん。では「プロメテウスが話してた対応が難しい」とはこういう意味だったんですね。なんとかなりそう。そうだね。こっちの状況から考えれば、メイ先輩、あまり時間をかけすぎないでね。最善を尽くすわ。いってらっしゃい。始めましょう。一瞬の出来事だと思いますが、ブローニャにはできるはずです。メイ姉さん、今です。ありがとう。
これまで通り、ビルビーには彼女なりの考えがある。私はとっくに知ってたはずなのに。今はすべきことをしましょう。来たわよ。変ね、扉こんなに離れてたの。違う、私はずっと進んでるはずなのに、どうして。違う、私は何かを間違えてしまったようね。そうだわ、ビルビー、彼女なら。じゃーん。少し君の真似をさせて。はーい、私に会いたくなった？ビルビー、ごめんなさい、こういうやり方で君にメッセージを残すことしかできなかったんだ、エリシア。君がこのメッセージを受け取った時、私たちというより君の知ってるほとんどの人たちはもう。でも君ならそんなに悲しまないだろうね。私たちが君のことを思い出す時も泣くという表現じゃなかったもの。あ、こんな話をしてるけど、眉に帰った存在に人格があるとは限らないよね。でもそんなの何の。分かってる。自分が変化させた世界の姿を見られないことが君の最大の遺憾だって。だからこそ私は君、そして私たちの後継者のために、古の楽園にいる君は別の形で願いを叶えた。私はこちら側の君にも寂しい思いをしてほしくないんだ。だからこのバックドアを通して世界に対する後継者の記憶を。これからは群生が輝くでしょう。これからは百花が咲くでしょう。君はちゃんとできたよ。私に会いたくなった？いつどんな場所でもこのエリシアは。